も戻ってきまして、今日は前線攻撃的なプレイヤーは家永、小林優、遠野、そしてゴミスと控えています。サブにはルヴァンカップでプロ初ゴールを記録しました山本上位、それから松橋優安、山見あたりが控えています。まあ、そういうこの経験値っていうものを身につけながら、いかにこうピッチの中でパフォーマンス出すかですね。そうですね。ゲームがスタートしました。左にエンドを取ったフロンターレボールのキックオフです。チーム作りはしてきてますけれども、今シーズンまだクリーンシートが1試合もありません。食べる山田打つ、最後は木村です。ワンタッチのアピールをしましたが、ジャッジゴールキック、相手疲弊させてボックスにどんどん侵入するっていうのが川崎ですからね。オフサイドフラッグ上がっていません。木村が一気に打つ、大南はオフサイドじゃないかとアピールをしながらついていきました。折り返した流れていく、逆サイドだ、決定機でした。染野打ちに行く、ポスト、脇坂、グランダーのフィニッシャー、ポスト、瀬川折り返し拾って、ゼヒカルド、ツートップ以外は下がっているベルディ、ヘルソン左足、自信があります。最後はフィニッシュでした、ヘルソン。前半0対0の折り返しです。松原さん、どんな印象ですか。いや、お互いこう準備してきたものをこう出しているなという印象ですね。特に川崎フロンターレの方は最初はこう立ち位置ポジション、サイドバックもセガンも高い位置取らせたりとか、一方の東京ヴェルディは今日は右のサイド宮原和也不在です。そこに尾長を起用しました。今シーズン先発3試合目の出場です。センターバック千田から長いボールを使います。大外に深澤、センターに津田も上がっています。長いボールを使いました。うわ、いった、と入れ替わった、スピードがあるマルシーニョ、一気にゴール前まで向かっていきます。ドリブルからボックス内でフィニッシュ。今日は川崎の方はかなりテンポが速いですね。はい、手数をかけないシンプルな攻撃、脇坂、ゼヒカルド、脇坂、足元、エリソン、ためる、マルシーニョ、2人行くんですね。そうですね、2人ですね。シアゴ・アウベス、松橋じゃないですかね、もう入れ替わった、マルシーニョ、ためて、ハンミデ、エリソン、コーナーキックの場面で一つ見送りました。ショートコーナーを使います。溜めて、森田、斉藤、左足正面、パンチ力のあるフィニッシュでした。まあ、コンディションもゲームもこう重ねながらトレーニングマッチとか、まあ、この部分も出てましたしね。オナが粘る、つながって、右、溜めて、左足、シアゴ・アウベスは開いてボールを受けます。森田追い越して、マイナス、染めろ、うわ、なんと、ためる、立花だ、戻す、柔らかいボール、小林、セガ、瀬古がかわしに行って、小林、粘って、瀬古、立花だ、中に遠野、小林、ゴミス、遠野、瀬古、リフレクション、ちょっと当たりましたが、フリーでやらせなかったという。そうですね、前節セレッソ大阪でこうやられましたから。山見、オフリッチだ、空いてました、染野から逆サイド、試合終了、0対0。